リロード面白いな。俺のリロードはレボリューションだ。はいはい。重傷。動画をご視聴中の皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はサバイバルゲームフィールド戦様にお邪魔しております。戦のフィールド概要については以前訪れているので省略させていただきます。簡単に言ってしまえば、高低差の激しい森フィールドですね。そして今回は特殊イベント、100発定例会にお邪魔してるぜ。1ゲームに使える弾数は100発のみ。そしてお気に入りポジに来たのでちょっとカット。ヒットコールありがとうございました。ここからさらに動きがないのでカットします。動きなさいよバッカお前。今日の参加者のレベルはいつもとはさらに違うんだよ。参加者50名のうち半分はスナイパー、さらに4分の1はハーフギリー、さらにこのゲームもなんかみんな100発じゃ多いよねとか言い出して、なんと30発限定戦。絶対頭おかしいよ。30発ってフルオートなんて使ったら1秒で弾切れじゃないですか。安心しろ、ある人は言った。VSR1 マグ分撃てるから問題ない。それ誰が言い始めたんですか。俺、ウプ主じゃないですか。てかあなた持ってるの VSR じゃなくてコルトパイソンだし。CXP だと M4 マガジンだから30発だけ入れるの面倒だった。それならパイソンが24発はいるしこれでいいやって。また骨董品を持ち出して。いやいや、確かに初速低いし射程距離短いけどな。これがなかなかバカにできないぞ。パッキング維持だから精度はかなりのもんだ。接近戦か。ウプ主のクソエイムだと、それしか道もないですよね。なんだとバカにすんなよ。いいだろう、見せてやろう。俺の強度急射撃術をな。びっくりしてくちばし取れんじゃねえぞこの野郎。くちばしは取れません。こんなにもすがすがしいフラグはいつぶりなのでしょうか。どうだ、この相手の銃に当てるという射撃術。あの距離で外してたらもうどうしようかと思いましたよ。あと狙って当てたんじゃなくて、偶然銃に当たっただけですよね。いや、あれはあれの超絶射撃術で。いやーすごいな、憧れちゃうな。10メートル先の人を撃って当てたことをここまで自慢できる神経が本当に憧れちゃうな。あ、待って、ごめん、嘘ごめん、俺が悪かったです、はい。なんかめっちゃ恥ずかしいです、はい。穴があったら入りたい気分です、はい。あと一人、30メートル以上先からワンショットでヒット取れたら尊敬してもいいですよ。オッケー頑張る。この先に敵がいるのは分かってるんだ。うまく側面ついて撃ち取ってやるぜ。ウプ主ってこの手のフラグ立ててから成功したことって何回ありましたっけ。知らないけど成功率2割くらいじゃない。望みが立たれた。次のウプ主はきっとうまくやってくれるでしょう。どれーす。次のゲームは30分耐久戦です。ただし相談数は30発、弾切れになった時のみ自陣本部でリロードができます。30発だけ。これ実は裏ゲームでな、表ではダブルスコアつけられてコテンパンだったんだ。だからこそスタートダッシュで一死だけでも報いてやる。フラップゲットで50ポイントもらえます。その他ヒットでマイナス1ポイント、フレンドリーでマイナス10ポイントです。まだまだいけるいけるいける。一人じゃないよ、ヒット。このフラッグゲットはウプ主ヒットしたので49ポイントってわけですね。最終スコアが多い方のチームの勝利だ。フラッグアタック。具体的には3回から5回ほどフラッグを鳴らしてる間に弾を打ち込まれる。当たってなくても攻撃を受けている時はフラッグアタック失敗になる。しっかり連携を取って敵を押し上げて、初めてフラッグゲットできるルールになってるぞ。では今のウプ主のフラッグゲットは、完全に敵の出足が遅かったから取れたラッキーストライクだ。二度はできないよ。さて、ネタバレすると、このゲーム敗北します。しかも壮絶な大敗北で、今回はウプ主の無駄な頑張りとその過程と結果をホクソ M 動画になりますのでお覚悟ください。ではとりあえずここで米返し。ウポツー、ウポツ
一つあり。夏はサバゲー日和ですな。休みの学生も多いし、初めて見るにはいい時期だよな。でも熱中症には要注意だぞ。遊びで怪我しても意味ないからな。タバカな、前回のオープン主の使用銃ですね。説明入れ忘れていて申し訳ありません。前回の使用銃は東京マルイ、デトニックスコンバットシルバーモデルです。隠すためのコンバットガバメントですね。このフィールドも良いですね。鉢合わせ多そうやな。近い距離で撃たれるのは仕方ないフィールド。前回のフィールドについてのコメントですね。他にもフィールドのことについてコメントはいただきましたが、やはりそれだけ注目を集める作りですよね。コメントでもおっしゃられている通り、鉢合わせも多いですし、インドアというだけで、至近距離での打ち合いは仕方がないと思います。カメラつけてる人は実況者さん？前回を例外にカメラをつけてゲームをしていた人についてのコメントだな。いや、そういうことは聞かなかったな。というか、カメラをつけてゲームをする人はまま見るが、その中でも動画投稿者は少ない部類だと思うぞ。自分たちで見るように撮ってることの方が多いんじゃないか。緊張感が。これはひどい、褒め言葉。いずれもゲーム中のオープン主に対するコメントですね。ゲームの緊張感なんかも感じ取っていただければ光栄です。いつもふざけてる人ですが、緊張感のある時はその空気を壊したりはしないようにしてるはずですよ。楽しそう。何してんねん？何って、スクワットだが。あれはネタ鬼ごっこですね。一人が銃を持った鬼になり、撃たれた人が次の鬼に。鬼になった時点で行動のルマや方法を台にし、それをクリアしつつ逃げる。の繰り返しという、非常に頭の悪そうなゲームです。少人数の貸し切りなどでどうぞ。ではあとは広告者様にお礼になります。ヤスロー様、シレン様、スワの三国様、コナタのイカヤク様、ありがとうございました。これからも動画の方頑張って作っていきます。頑張るって言いました。今頑張るって言いましたね。いいでしょう、そうしましょう。頑張ってきてください。え、いや、頑張るって言ったけどそれがどうし。ヒットライクヒットライクヒットライク。あれおかしいな。このゲームだけで俺何回ヒットしてるんだろう。お忘れですか。今回のゲームは敗北が前提で、ウプ主の死に様を見てキャッチャーをフフする動画ですって言いませんでしたか。いやまあ確かにそんなこと言ってたね。これがそういうわけってこと。こんなん序の口ですよ。ほらほささっさと仕事しないと、敵はどんどんフラッグに押し寄せてきますよ。実はさっきからフラッグアタックめっちゃされてるんだよね。かろうじて妨害はできてるけど。どんな感じか、現場の状況をちょっと聞いてみましょう。大丈夫大丈夫、守れてるよ、守れてるよ、大丈夫大丈夫。オッケー、確認してる。ごめん、その後俺弾切れかもしんねえから、そしたらフォローお願いします。弾切れた、フォローお願い。一旦リロンジャープ。ごめん、玉切れた、ごめんごめん、玉切れた。こんな感じです。めっちゃ頑張ってることは伝わった。30発縛りがかなり効いてるな。だがしかし、俺がこの程度で諦めるとでも、というと、これだけ攻められて、逆に燃えてくるわい。俺の底力、見せてやろうじゃないか。フラグ泣きが。まだ動けます。俺一回いい攻めに行っていいかな。一回行くわ俺。敵の攻めっ気はかなり弱くなっている。こちらも消耗激しいが、敵もそれは同じなわず。ここでフラッグにアタックを仕掛け、あわよくばポイントゲット。無理でも味方の士気を上げてやる。普通なら熱い展開のわずなんですが、なぜかウプ主が言うと危うい雰囲気しかしないんですよね。なんでだろう。実績が伴ってればこれほど心強いものもないんですが、ウプ主だからね。仕方ないね。バッカ野郎。ここでバシッと決めて、味方に伝説野郎って言われやおめえ返上よ。伝説野郎はアメリカンスナイパーですね。最近見たからって憧れちゃって。夢見るの分かってですが、そんなところから言って賞賛あるんですか。任せろ、がっつり裏取り決めてやるぜ。いった。どこ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 、ナイスキー。ないだないだ。
おいけんじゃない、これもしかしていけんじゃない、取れんじゃない、いったいヒットごめんね、すいませんでした、失礼しました、諦めます、ヒットです。おでの体はもうボドボドだ、相手ももう随分疲れてるから滑っ気も弱くなってきたけど、とはいえ問題は俺も俺らも状況は同じ。わしまだ動ける。わしまだ動け。わしまだ。はーい。ラストブレイク、ラストブレイク。俺の心はまだ折れてないぞー。ナイス。なんつうか、その、お疲れ。はわ。笑いたかったら、笑えよ。いや、さすがに笑えねえよ。よく心折れずにやってますね。ごめん。もう、折れてる。イシウスで弾けばもうちょい細かくなるでしょ。残り、30秒。あと、一回だけ、フラッグに。もういい。休め。実際よく動きましたね。30分間上下へ。フラッグにとつり死んではまたとつり。防衛しては弾が切れて補充しに行き。もう十分です。もう、戦いは、終わったんです。まだ、俺は、ああ。力及ばずかー。ということで、戦百発定例会でした。いつもよりさらに上手い人たちで埋め尽くされていて、正直引くほどこてんぱんにされましたね。フィールドによっての強さは異なりますが、ここ戦は特に狙撃方面に強い人たちが多い印象ですね。だからこそ、100発は愚か、30発でも十分戦える方々が多いんだと思います。やっぱり強い人たちが多いフィールドはいいですね。行くたびに勉強になりますし、そういう方々にボロボロにされると自分の実力がわかるので、さらに精進せねばとなります。動画的な見どころは正直少なかったのですが、本体的にはそれ以上に実りのあるゲームがたくさんできたそうです。当日参加された皆様、本当にありがとうございました。とは言っても、この日地味な格好ですから誰も覚えてないかもですね。次から目印でもつけましょうか。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。